CJ 総合の皆様、こんにちは。亀井総平です。本日もアメリカンアイズをお送りしていきたいと思います。講師は山中千さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はですね、アメリカの大統領予備選について、はい、そうですね、話していきたいと思います。これもね、ようやく終盤戦、はい、もう本当に終盤戦に入りました。はい、そしてまあ、11月ですからね、もう90日切ってきてますし、最後の追い込み。で、アメリカの、まあ、システムだけちょっとお話しますとね、アメリカの大統領選はシステム的には、まあ、中間選挙、今回の、まあ、4年に1回、まあ、大統領選がある4年に1回と2年ずれてるんですね。はいはい、だから2020年の大統領選の時から2年経った今年の11月。はい、で、ここでね、下院はね、下院議会は毎2年ごとに全てが改選になるんですよ。はい、で、上院の方はこれ任期6年なもんですから、はい、だからそのうちの何分、半分とかね、3分の1とかが、その切れたとこだけがこのいわゆるその改選になると。そういうあれで、今年の11月はですね、まあ今の現状で言うと、下院議会の方は民主党がね、たった今4席ぐらいの議席しか差がなくて、共和党が追い上げてきたんですよ。はい、うん、だからトランプは確かに負けたってことにね、2020年になってるけど、はい、下院議会なんか猛烈に追い上げて、もうギリギリもうひっくり返すとこまで、はい、そのほぼそれらの下院議会の人たちっていうのは、トランプが支援した、公認出したような人たちが勝ってるんですよ。はい、だからそういう人たちが勢い、まあ、これは黒人、スパニッシュ系、女性候補も多いんですよ。はい、ブルーカラーとかね、うん、全く政治経験がないような人、これも賛成党とちょっと似てますよね。ね、はい、それをね、押したんですよ、トランプは。うん、で、勝ってるんですよ、そういう人が。はい、女性、僕もこの間ターニングポイント USA っていう大きな保守系のコンベンション行った時にね、下院議会議員が何人も、上院議員もいたんですが、そのうちで私が最初の本にね、書いた、下院議2020年当選したばかりの女性がいて、ローレン・ボバートさんっていう女性でね、はい、これは彼女なんかも前何やったことレストランのオーナーですから、でレストランオーナーで、でも自分の店でまあ、お客さん喧嘩で一人殺されちゃったってことがあって、自分たちがウェイトレスと一緒にこう拳銃を腰に刺してレストランでサーブした、はい、これは話題になりましてね、はい、うん、それぐらい憲法修正第2条でアメリカ銃の傾向が認められてるから、はい、彼女はそれを実現するために、そしてそれを体現するために自分たちはレストランでやってるんだと、はい、法律で認められてますからね、うん、だからそんな人がいて当選しちゃった、はい、トランプも大応援した、うん、つまりそういった普通一般の人々がトランプって現象でもっていっぱい入ってきたわけです、はい、そういう人たち会議員が増えて、うん、もうたったもうギリギリに218かな、取ればもう勝ちなんですけど、もう今の民主党221ぐらいになっちゃったんです、落ちちゃってね、はい、ぐーっとギリギリまで共和党追い詰めて、今回も何が起きてるかっていうと、結局予備選っていうのは民主党そして共和党の内部で一番の候補を決めるための選挙を予備選挙というわけですよね、はい、ですからこれが今ずっとね 3,4,5,6,7,8 ってきて、もうすぐ終わるんだけども、結果的に、ね、いわゆるその現象で起きていることは、共和党は大きく2つにピッチリ割れちゃってましてね、はい、一つは主流派っていうのがあるわけです、はい、共和党主流派は昔から共和党で、ものすごくまあ、共和党の成り立ちっていうのはやっぱりね、地方のお金持ちのね、地主さんとか、うん、まあそういう人たちなんですよ、はい、だからどっちかっていうと都会ではなくてね、うん、地方に強い、はい、南部だとか、うん、あるいはああいうどっちかっていうと保守州ですよね、はい、農業州、うん、こういうところのから来た人たちが多くて、みんな例えばブッシュなんてね、はい、大金持ちですよ、うん、テキサスの石油利権ですからね、はい、石油大金持ち、ああいうのとか、まあ、ああいう人だとか、あるいはね、まあ、ちょっと前に亡くなりましたけど、マケイン、うん、ね、マケインが、保守のね、うん、有名な、はい、アリゾナがベースなんですね、うん、もう20年以上、長いこと上院議員をやって、もう上院の、いわゆる外交委員会だとか軍事委員会のね、もうずっとあのいわゆる委員長やって、つまり簡単に言うと軍産複合体のトップ親玉にいたようなね、うん、まあ元軍人なんですけど、はい、そういう人とか、つまりそういったね、長年ブッシュであるとか、あるいはチェイニー、あるいはチェイニーね、チェイニーは副大統領がありましたね、バイステがありますね、そうですね、はい、ああいう人たちがね、長年こう権勢を誇ってきて、ここの伝統的保守主流派対トランプなんですよ、うん、
ここの激突なんです、今ずっと起きてるのはね、はい、そしてもうね日本のメディア見るとね、いやなんだっけ、いろんな共和党主流派のまともな穏健派の人たちにね対してトランプというならず者がね、はい、喧嘩を挑んでるんだみたいなね、まああの構図はそういうことはそれは確かにそうなんだけど、しかしそのトランプというならず者じゃなくて、その彼の後ろにはものすごい数のね草根の人々が押してるわけですよね、はい、そしてそれによってあの現象が来て、トランプは大統領までなれて、その後もじゃあこの今だからね、構図としてはこの民主党主流派の連中と、あごめん、共和党 あのいわゆる主流派と民主党はねちょっと裏で手組んじゃってるわけですよ。なるほど、トランプを落とすために、はい、だからなんとかトランプを落としたいと。だからそういうことで、いくつもの、ね、地方選ではね、あのトランプ候補をトランプがあの押す候補でちょっと過激な人もいるわけ、はい、そうするとね、その過激な人を勝たせるために、あの過激な人が勝つと民主党との11月の本選で負ける確率高いわけですよ、はい、だからあんまり過激でない人もトランプいっぱい公認してるんですが、まあそういうのをね逆にあの負けさせようという落選運動をね、はい、民主党だとかこの主流派やったりね、いろんな動きがある。なるほど、まあ、そんなのでちょっと具体的に言いますとね、たくさんあるんであれですけど、全体的な流れで言えばもう150人以上トランプさんは公認を出して、これは上院下院議員、州知事、はい、あるいはあの州の州務長官というのが重要なあの選挙を取り扱うんですけど、あのこういう人たち150人以上公認を出してね、130勝ぐらいしてるんですよね、130何勝が、だから 93% から 95% ぐらいのところへ今勝率ね、はい、すごいですね、もう全然こんなの日本でも報道されてない、93% されてない、ネットで見るだけで僕も、はい、でついこの間の8月2日のこれ非常に重要なね、5つの州、ジョージア州、アリゾナ州、あの上院議員だとか州知事選ね、45人公認して45勝ですから、はい、この1日はもうそういうこともね全然あの日本は、まあ、報道しない、無視するし、はい、まあアメリカの大手はねやらないったってやらないわけいかないから、CNN とかはね、また今回もトランプはね影響力が全然落ちてないと、はい、この繰り返しなんですね、はい、だからまああのそういったあれでアリゾナ州なんてまさにマケインのど真ん中ね、マケインが推してるあのいわゆるこのいわゆる保守本流の女性がいるんですよ、はい、その人にケリー、なんて言ったかな、あの女性がね、いて、その彼女が、まあ、ギリギリですけど勝ってしまった、はい、まあ、こういうことはねいくつもの、まあこのアリゾナでいうと他にも上院議員のところもトランプ推しが勝ったし、まあ、省庁官なんかも勝ったということでね、かなり保守州の中でも、あるいはほとんど保守州の中っていう保守州だけじゃなくてもね、かなりトランプが勝ってると、こういう状況が続いてまして、今11月にかけてはやはり間違ってもどんなことが、まあ何が変なことがあるって我々昔の2020年を、はい、みんな想起しちゃうんですけど、はい、うん、対象するんじゃないかと、まあ、私はかなりの25勝ぐらい、いわゆる25席ぐらいひっくり返すってね、はい、今言ってるんですけど、もっと数が増える可能性はあるなと、そういうふうに見てるんですね。なるほど、いや私お聞きしててね、まあ、前回の参政党 の代表もいただいたんで思うんですけど、アメリカもメインのマスコミは民主党とかそれこそ共和党の恩恵派と言われる人たちを押すわけじゃないですか、はい、押します。でも大衆の投票行動はトランプが行くわけですよね。圧倒的です。この大衆はどうやって情報共有とかしてるんでしょう。これやっぱりね、僕は日本との一番大きな違いって変ですけど、アメリカの国民全般がね、はい、まあ、共和党とかトランプだけじゃなくて、本当にメディアを信用しなくなってる。いろんなところにそう。もう日本以上にということですね。日本以上に、日本以上に大手メディア、大手マスコミ。はい、そしてテレビね、はい、まあ、CNN なんかの、昔は CNN です、飛び取るよ落とす企業だった、はい、覚えてる、私も覚えてますけどね、ガタガタに視聴率落ちちゃってるわけですよね、まあ、FOX とかちょっと少し保守系のはね伸ばしたりもしてるんですが、はい、それでもまあ CNN あるいはニューヨークタイムズの発行部数ですよね、はい、うん、
まあ、こういった昔はいわゆる非常にリベラルなメディアで、そこそこなんていうか一般の主要メディアって言われるね、一番信用があると言われたところを信じてなくて、なぜかずっと嘘ばっかりついてきたじゃないかと、はい、まあ、トランプのこともそう、はい、例えばトランプは2016年からロシアのゲートね、ロシア疑惑ということで、はい、もう設定的に民主党の連中がでっち上げね、うん、これ全部で僕も当初からおかしいなと思ってたけれども、トランプさんもフェイクだ、全部これはフェイクだって、うん、まあ、本人は一番分かってるけどね、はい、で後から分かってきたのは、何のことはない、ヒラリー・クリントン陣営のね、はい、弁護士たちとか、まあ、ヒラリーも関与してますよね、あれ見れば、はい、うん、全部クリエイトした、うん、ヒラリー・クリントン陣営がクリエイトしたのがロシアゲートで、うん、それでもって大統領弾劾までやろうとしたわけでしょ、はい、だからそういう一連のね、とにかくトランプを落とすためにはどんな手段でも使うっていうのはこの民主党と、そしてその流れが、それを全部応援してきたのは主要メディア、うん、ニューヨークタイムズから CNN、CBS、ABC、はい、まあ、ああいった三大ネットワーク。だからこういった構図が普通一般の人々もやっぱりネットの影響大きいですよね。うん、ネットでみんなそれね、特にソーシャルメディアで自分たちがある程度いろんな意見を交換し合えるじゃないですか、はい、今。そうですね。これも神さんの番組そうですね、はい、いっぱいチャットとか入ってきて、はい、まあ、はっきり言って中にだいぶくだらないのも多いんですけど、はいはい、まあ、言っちゃ失礼ですけどね。いやいや、でもまあチェックしてないから、はい、チェックしてない、はい、僕もやったことほとんどチェックしないんですよ、はい、もうだけどね、見たらたまに見ると面白かったりするんだけど、それってでもね、やっぱでも大事なことですよね、はい、そうやって中で何だろうがフェイクだろうなんだろうが、うん、あの人たち自分の意見を言う、はい、でもそれは自分がソーシャルメディア、いわゆる普通の主要メディアのように大見え切って私が言うことが正しいんでございますってね、まあ、日本で NHK とか、まあ、そういった大手メディアのようなことを言わないで、はい、自分たちでいわゆるその意見交換、はい、だね、僕あれもね、非常に左瀬戸の今回の躍進に関係あるんじゃないかなって気がするんですよね、はい、いやもちろんそうなんですけど、でもアメリカほどやっぱりまだそこまでこう、うん、国民のね、うん、こう意識の改革っていうか、なんかそういった、まあ、メディア、まだ言っても主要メディア強いなというのは今回選挙で感じたわけですよ、うん、だからどうすればそのアメリカみたいにもっと持っていけるかなということが知りたくて今お質問したんですけど、うん、だからこれ普通一般の人々でも、僕は付き合いのあるシカゴでいつも仲間の、まあ、これハイキングを一緒にやる、毎週多い時は3日週に3日4日やってね、ずっと何時間も一緒に歩いたり話すことも多いんですが、何十人の仲間の人たちね、やっぱりね、彼ら年配50、60、70代の人もいるんですよ、はい、結構みんなネットやってるんですね、うん、で見てるし、Eメールとかすぐ打てるし、まあ、年配の人はこうテキストってここね、スマホだとかああいうのでやりますけど、まあ簡単なやつでね、でもパソコンみんなやるんですよね。だからね、あれってアメリカの年配層でも50、60、70代の人でもしっかりとネットをやれる環境があって、はい、もういろんなメディアをそのパソコンの中から見る、こういうことがね、やっぱり世界中のメディア見れますからね、うん、今ね、僕特に英語が使えればね、使える範囲広いからね、うん、あ、そこがちょっと違うかな、あ、そうかそうかそうか、あ、なるほど、あ、確かに英語がね、使いこなせると、うん、広く国外の情報も取れますもんね。確かに翻訳ね、機能ついたりするのもあるけど、あれも確かにこうパッと自動翻訳あるんだけど、ちょっとまだひどい、いや、そもそも英語の記事を探すのに英語のキーワード打たないと出てこないんで、そこがやっぱり、そうか、いや、なるほど、でもそれはそうですね、うん、うん、うん、だから逆に言うと我々がやるべきことはそういった海外のいい情報を見つけてきて、うん、皆さんにこう翻訳して出してあげるとか、うんうん、そういうことをやると、うん、うっと日本人の意識も変わるかもしれませんね。そうですね、うん、なぜかってね、やっぱり僕が見てて、私がフォローしてる、まあ、保守系のいろんな人たち、言論人だったり政治家だったりね、アメリカの人たちはね、やっぱりね、ヨーロッパとかオーストラリアのそういう人たちと連帯してるんですよ、はい、だから向こうでのフランスとか、まあ、オランダだったり、もう向こうの保守の人たちいますから、そういう人たちの連携が非常にやっぱ英語だからしやすい、はい、でトランプの名前ってやっぱ絶、そういうところでも絶大だし、はい、だからもう日本で言うと極右なんていうふうにね言われちゃう政党だったりそういうのあるけど、もう極右っていうのはね、あれ結局人々の、まあ、ポピュリズムっていうふうにもっと言ったらいいのかも分かりませんけど、草の中から起きてる人たちを その人たちと一緒に連携してる動きなんですよね、うん、だから右とか左の話じゃない、はい、と私は思うんですよね。
うん、だからその辺のちょっとメディアのね、はい、サンセットの次の課題としてそこ面白いかもしれませんね。そうですね。いや、そこをやっぱりやらないと次なる広がりがね、生まれてこないなというふうに改めて、うん、はい、今日感じました。はい、僕もできることなんかあればね、向こうからでもいろんな、はい、あの手伝いも やれればと思いますので。はい、わかりました。今日もどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。